八倉勝男君公明党の八倉勝男です質問機会を与えていただき委員長理事各位はじめ皆様に感謝申し上げますまず法案について大臣に伺います先ほど御答弁ありましたとおり政府は年間1万件以上の手数料等についてキャッシュレス化に取り組む方針と承知をしておりますがこの法案が成立したとしてどの程度の手続きが実際キャッシュレス化されるのか特に達成のためにはいわゆるデジタルデバイド解消の政策が必要ですが まこれについてどのように進められるのか、答弁を求めますシ島デジタル大臣。政府としては、年間支払い件数が1万件以上の手続きについて可能なものから、速やかにクレジットカード決済等のキャッシュレス化に取り組むなどの方針、閣議決定いたしました。こののの閣議決定対対象となるる国に対する納付手続きの数が およそ160ございますこの中にはすでにクレジットカード決済等による納付が可能となっているものなどがありますので、残る110程度の手続きから、本法案によるクレジットカード決済等による納付の導入が順次進められることになります。なお、具体的にどの納付手続きについてキャッシュレス化を導入するかは、当該決算手段の普及状況等。 を勘案した上で費用対効果の精査を十分に行った上で納付手続きを事務として所管する各省庁において個別に判断するものとなりますまたいわゆるデジタルデバイド対策というところは私どもも大変重要な点というふうに受け止めておりますデジタル推進委員をはじめデジタルに不慣れな方々をサポートする制度を準備をしているところでございます デジタルに不慣れでも、こうしたデジタルサービス、キャッシュレス含めて、便利に活用していただきたい、または活用してみたいけれども、誰かにアドバイスをいただきたい、そういう方々のお声に対応できるような体制を関係省庁と連携しながら進めてまいります倉委員デジタル推進、まあ、大事です。あの1万人という話も聞きますが、まあ、十分な伴走体制の強化、ぜひよろしくお願いをいたします。 それでは、また各種手数料をキャッシュレス化決済した場合、どのようなコストが考えられるのか、それを上回るメリットとして、何が見込まれるかを、定性的なものが、定量的なものがあれば、それをお示しいただきたいとと,ともに、例えば行政コストの減少があるのであれば、それは手数料額の減少にも反映すべきとも考えますが、このあたりについて、答弁をいいただければと思います菅原審議官。 お答えいたします本法案により、各種手数料の納付について、クレジットカード決済等のキャッシュレス納付を行った場合、クレジットカード事業者等に対する決済手数料が発生するほか、行政機関側ではキャッシュレス納付に必要な情報システムの整備、運用コストが発生するものと考え,られものと考えております。一方キャッッシュレス納付を行う場合のの者側のメリットといたしましまては 窓口に動く必要がなく、現金や縁酒の準備が不要となり、基本的に24時間365日納付が可能となるというものでございます。また 行政機関側のメリットといたしまして、行政窓口での対応時間の削減などの業務効率化が期待できるところでございます。あのこのようなコストやメリットを定量的にお示しするということはあの難しいんですけれども、まあ、民間取引によってキャッシュレス決済が急速に普及している状況に鑑みますと、全体としてはキャッシュレス納付によるメリットがコストを上回るものというふうに考えているところでございます。なおあの行政手手続に係る各種手数料は 法令上、実費を関して定めることとされておりますので、当該行政手続きにかかるコストが下がれば、手数料額を改定して下がる、そういう正確なものであるというふうに議会をいたしております矢倉委員。今、クレジット事業者等に対する決済手数料についての話がありましたが、日本は少しそれが高い,高いのではないかという観点からいくつか質問をしたいと思います。まずあの野村総研の 2017年のデータで、キャッシュレス推進、韓国は96.4%、イギリスなども68.7%と聞いておりますが、まあ、我が国のキャッシュレス市場拡大はやはり遅れていると言われているおります、まず政府の認識を伺うとともに、遅れている理由について、まあ、先ほどは大臣から答弁がありましたので、経済産業省から答弁をいただければと思います。大審議官 お答え申し上げます議員からご指摘ございましたように、我が国のキャッシュレス決済比率、諸外国と比較してもです、ね、低い数字にあるというふうに認識してございます。このため、2025年までにキャッシュレス比率を倍増させて4倍、4割程度まで持っていくと。 こういう目標を掲げて、さまざまな施策を講じているところでございます。で、えー、近年、その水準増加傾向にございますが、2020年で29.7%というところにとどまっているところでございます。まあ、この原因でございますすけれども、えー、1つは社会情勢に関する 要因としましてやはり日本治安が良くて盗難が少ないで現金はもう安全に持ち,持ち運べるということがございます。それから偽札の流通も少ないといったようなあことで現金に対する信頼が高いということがございます。それから二つ目として店舗側の要因としては決済手数料がやはり高いという話とかあるいはああ決済決キャッシュレスの 導入のメリットが見えにくいといったようなことがございます。で三つ目として消費者側の要因としては無駄遣いのとかセキュリティに関するですねやはり不安といったようなものが挙げられてございます。役員。まあ今まあ加盟店手数料の高さ。 決済手数料の高さということもありましたた資料1をご覧いただければと思いますこれはクレジットカード決済の構造を示したものですけど、まあ、あの図の右にありますとおり、インターチェンジフィーというものが、加盟店手数料の大きな割合を占めております、これが最終的には、加盟店手数料の高さになっているということの構造も見えると思うんですが、改めてそもそもこのインターチェンジフィーというのはどういうものなのか、説明を求めたいと思います。 佐審議官お答え申し上げますインターチェンジフィーと申しますのは、加盟店を管理するカード会社、これはアクアヤラというふうに申し上げますがと、利用者の方と契約をしてカードをです、ね、発行したり、提供したりする。 こういう会社、これを石和というふうに申し上げますが、このアクアエラーから石和に支払う手数料でございます。で、石和側の方は、この手数料収入を使って、利用者のポイント還元事業に当てたり、あごめんなさい、ポイント還元に当てたり、あるいは請求書との印刷、郵送、それからシステム費用、こういったものに当てているということでございます。 でこのインターチェンジ費につきましては、国際ブランドがいわゆる設定しておるんでございますが、これはあの、えー、国際ブランドが自社ブランドのカードをです、ね、の利用が最大化されるように、えー、加盟店手数料の収入の配分をです、ね、これ、アクアラとと石川のバラ,ンスをよくバランスよくです、ね、配分するとで両方に、両方を育てていくと、こういうような戦略を持ってやってございます。こういったそういった意味で、えー アクアイアと石川のバランスを調整して決めているというところでございます。で、アクアイアと石川はそれぞれまた多数存在するものですから、えー、これ、仮にそ,それぞれがです、ね、個別交渉でやるとなると、膨大な交渉になってしまうものですから、そういった実務上の非公正性もござ,いますございますことから、あこのインターチェンジフィーというものが適用されていると、こういうことでございます矢倉委員、まの直接の収受の 当事者ではない、まあ、国際ブランドが決めているというのが一つの特徴だと思うんですが、まあ、このまあ国際ブランドからしたら、自社ブランドの取引拡大という経営のための選択からですけど、まあ、その選択の結果が最終的には高いインターチェンジフィーになったときには加盟店に来るという、この構造をどうするかというところはまた考えなければいけないと思います。それで資料の2を見ていただきたいんですけど、このインターチェンジフィーは、 あれこれはアメリカのカンザスシティ連邦準備銀行による資料なんですけど、国際比較をしたものです。これ、日本は入ってない、日本はだいたい先ほどの資料にあるとおり、2.3%、まあ、資料によっては、統計によっては3%というふうに言われてるんですけど、これを見ると、他の国は日本よりは低いです。で、紫のところは、これなどを見ると、上限規制0.5%以下にしているところも結構あるわけなんですよね。 で改めてお伺いしたいんですけど、この日本においてこのインターチェンジフィーの上限規制これを行っているない理由は何なのか、また規制できないのであればどのような取り組みを行うべきか経済産業省にお伺いします。参議審議官、はい、お答え申し上げます。議員行指摘のとおり諸外国におきましてはま各国の事情それぞれあのキャッシュレス化どれぐらい進んでいるかとか。 異なってございますので、そういった事情を踏まえまして、規制を含めた取り組みが行われているというふうに承知をしてございます。で、インターチェンジフィの上限規制につきましては、規制のやり方によりましてはですね、これ、インターチェンジフィが、石油にとっての,その顧客サービスの原資,原資になっているものですから、消費者への、それを低下してしまうと、消費者へのサービスの低下といったような、 さまままざざな影響がが出る可能性がございますこうしたことから、われわれとしては慎重な検討が必要であろうというふうに思っております。日本のキャッシュレス決済を取り巻く環境などを踏まえながら、その影響をしっかりと見極めることが必要であると、こういうふうに考えてございます。でえ従いまして、経済産業省と,といたしましては、まずは規制によるのではなく、民間の努力,努力や、努力による効率化や加盟点と、その、 カード会社の交渉の活発化を通じて手数料を引き下げることをできないかとこういうことで取り組みを進めているところでございます具体的に申し上げますと加盟店と決済事業者の間の情報の非対称性これを解消することが交渉の活発化に繋がるというふうなことからインターチェンジフィーの標準料率の公開に向けて取り組みを進めているところでございます 規制が一周あのコスト増になって、利用者に跳ね返るということから、まずは公開により民間努力という話でありましたが、ちょっと質問順序を変えて、厚生労働委員会に、公正取引委員会に聞きたいと思いますが。 まあ公正取引委員会、4月8日にクレジットカードの取引に関する実態調査報告書を公表し、インターチェンジフィーについて、国際ブランドに対して標準料率を公開するよう求めておりますが、それは独金法上、どのような観点からの視点からの公開であるのか、併せて公開をどのように促すのか答弁をいただきたいと思います岩成取引部長、はい、お答えいたします。 ご指摘の公正の取引委員会の報告書でございますけれども、クレジットカードの加盟店手数料について、カード会社と加盟店の交渉を活発にすると、そしてカード会社間の競争を促進するという観点から、国際ブランドにあっては、インターチェンジフィーの標準料率を公開することが適当であるという考え方を示したところでございます。 独占禁止法は、事業者の公正かつ自由な競争を促進するということをも徹底としておりまして、えー、標準料率の公開はあ、そのような独占禁止法の目的にも沿うものというふうに考えております。えー、公正取引委員会としてはあ、経済産業省とも連携して、えー、報告書の考え方を個別に、えー、国際ブランドに説明していくことによって、えー、標準料率の公開を促していきたいというふうに考えております。役員 まああの競争上の促進という観点からの答弁、私なんかは国際ブランドの優越の的な地位という部分も含めて、考えてもいいのではないかというふうに思いますが、それは置いておいても、ぜひ、この公開の民間努力だけじゃなくて、やはり公正取引委員会としてもしっかりとその権限に基づいて、積極的な促しを引き続きお願いをしたいというふうに思います。 えそれでその上で、先ほど、経産省からもちょっと話がありました、あの石油のコスト増というところで、また図の算を見ていただければ分かると思いますが、えー、インターチェンジ費が何に使われているかということが書いております、これが結局、インターチェンジ費が公開されることで、その率が低下すれば石油の収入が圧迫されるわけでありますが、これが利用者のおまあメリットを減するようなことがないようにするためには、どのようにすればいいのか、対応策を経産省から聞きたいと思います。 井審議官お答えいたします、えー、議員ご指摘がございましたように、インターチェンジフィーの公開、それから加盟店手数料の交渉の活発化で、加盟店手数料が下がればです、ね、加盟店手数料の高さからクレジットカード導入を躊躇している加盟店、こういった、えー、店舗のへのです、ね、加盟が進み、結果として、 特例使いや高も増加するということは考えられます、そうしますと、石油の収入も増えることになり,ますのでな,なりますので、そういったことで、インターチェンジ費の公開により石油の収入を圧迫することを回避することも可能ではないかというふうに考えてございます。ままたたの費用に着目をいたしましても当然カード 利用者へのポイント還元費用など、取扱高の増加に伴いまして、費用も増えるんでございますが、一方、システム費用など固定費もありまして、そういったところは取扱高が増えても増えませんので、そこは収益につながっていくということでございまして、全体としてインターチェンジ費用公開が、必ずその医者の収益を圧迫すると、こういうことにはならないのではないかというふうに考えてございます。で政府といいたたしましまてもそういった ことになりますようにです、ね、業界が協調してコスト削減に取り組むことができないかということで、この業界協調によるコスト削減の取り組みと、こういったものを今後、進めてい,くいきたいというふうに考えてございます。す員 過当競争にならないようにするための環境整備って必要だと思うんですよね、ちょっとさらといで恐縮なんですけどじゃあ、今ほど業界協調によるコスト削減というふうにおっしゃってましたが、例えば具体的にはどういうことがあるのか、答弁をいただければと思います。沢井審議官、えー、例えばですねあの、えー セキュリティに関する費用これ結構今はあのかかってきてきおりますこういったところは、競争するというよりも、やはり皆さんで業界が一致してですね対策を取っていく、こういったことによって、よりいいセキュリティを高めて、かつ費用も抑えられるということで、こういったところが協調領域になっていくんじゃないかと考えてございまいまあ例委員。 あの後ほども少し質問するかもしれませんが、インドなんかは QR コードも統一化したりだとか、そういうことも引き続きしっかり、やはり競争条件をそれぞれ改善していくための協調の在り方ということも政府が主導して行っていくという点が必要かと思いますので、それはまた改めて、時間があれば質問をさせていただきたいと思います。そそれででははののような形で取り組みをししていいいたただだくとともにまだお伺いしたいのは この加盟店手数料の方になるんですけど、大企業とやはり中小企業の方で、やはり違いがあるんじゃないかということ、これに対して、どのような改善があるのかというのをちょっとお伺いしたいと思います。加盟店手数料もこう企業の規模や業種で異なるとされております。それはなぜであるのか、またですね、特にまあ私の理解する限り、場合によっては、大企業の加盟店手数料と、 中小企業の加盟店で数量、2%、3%違ったりだとか、やはりする、これが結局、キャッシュレス普及の課題にもなっておりますし、で中小企業の立場からしたら、市場から、これからキャッシュレスをわーっと広げようとしているのに、その広がる市場に対して、締め出しをされるようなことにもなっている、ここら辺の格差というものもしっかり是正しなきゃいけないと思いますが、どのような改善のための取り組みを行うべきと考えますか、政府からの答弁を求めたいと思います。 沢井審議官お答え申し上げます加盟店手数料は、カード会社と加盟店が個別に交渉して決めていくということでございます、でその際には、加盟店の営業コスト、それからインターチェンジ費も業界によって、業種によって異なってきます、こういったものを勘案して設定されるため、加盟店の業種や規模によって、率が変わってくるということでございます。 で加えてです、ね、大規模なやはり加盟店ほど、手数料の価格交渉が激しく行われる傾向がございます。で結果として、そうすると、低廉な加盟店手数料が実現していくと、こういうことでございまして、一方で、その中小店舗の方は、加盟店手数力が高くなってしまうと、こういうことでございます。経済産業省といたしましては、中小店舗を含む加盟店が手数料の交渉力をつけて、市場が競争的になるように。 ようううににすすることとが大事だといいうふうに考えてございますそこで、情報の主体性を解消して、加盟店と決済事業者の間での交渉を活発化するために、インターチェンジ費の両立の公表を国際ブランドに求めるとともに、カード会社に対しまして、クレジットカードのコストに関する情報,情報を加盟店に対してきちっと開示していく。 こういうふうなことを求めていく所存でございます。併せまして、えー、中小の店舗に対しましても、えー、決済事業者との加盟店、手数料の交渉の重要性について、周知広報をしていくということを考えてございます、えーこれに。これらの取り組みによりまして、市場の透明性が高まって、加盟店による交渉が活発化して、えー、手数料の低減が実現していくように、えー、取り組んでまいりたいとも考えてございます薬、えー、倉委員。 まあ今ほどの答弁の中でもあったわけですけれども、やはりインターチェンジフィーそのものも、大規模と中小企業でこう変えてるっていう現実もやはりあるわけでありますから、公開でそこも変えていくっていう部分もそうですし、それについてのさらなる是正、どういうことがあるかっていうことは、公正取引委員会も含めて、政府一体でまた考えていただきたいと思いますし、今のお話ですと、やっぱり情報の期待調整をまず変えることで、 中小企業の交渉力の強化というところはあるかと思います。それは一,一歩としては大事なんですが、被災性を変えただけで、じゃあすぐに交渉力が上がるかというと、そういうわけではありませんので、これは引き続き、ですね、あのーまあ、今後、公開をした上で、民間の中での自助努力で変えていくというだけじゃなくて、引き続きウォッチをして、ですね中小企業が締め出されることがないように、そこはしっかりご対応をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。であの最後あの大臣に お伺いをいいいをたたしたいと思います、まあ、もしちょっと今、通告していませんが、今の中小企業のやり取りについて、もし何かありましたら、一言いただきたいのとあ、併せて、その上で通告の方の質問をさせていただきたいと思いますが、デビットカード、結局ですね、諸外国を見ると、イギリスとか中国などは、キャッシュレスが進んだのはデビットカードから。 だったりすするんですよねやはりそういうところからしっかりと広がっていったというところがあって、わが,、まあ、が国はやはりクレジットカードが主体になっているわけではありますけど、キャッシュレス決済全体を進めていくというところでは、まあ、デジタルの環境整備としても、デビットカードや QR コード決済の普及がまた主役になってくるので、それらの普及促進をどのように図られるのか、お考えをいただきたいのと、で併せてあの先ほども少し言いましたけど、キャッシュレスが進んでいる国の共通点は、政府が銀行協会とかと、 共同で決済インフラに関する企画立案を行う官民協議会を設置するなど、金融インフラに関する主要の共通化などを積極的に推進している点だというふうに思います。これらについて、まさに司令塔として大臣がどのようにリーダーシップを発揮されるのか、ご決意含めて最後、お伺いをしたいと思います。マクシマデジタル大臣 まず、中小企業のデジタル化等についてございますが、まあ、DX を推進したいという意欲を持っておられる中小企業もいらっしゃれば、何から始めたらいいか分からない、迷っているという方もいらっしゃる、それが現実だというふうに受け止めていますし、私どもも広報や周知徹底という点、またご指摘のあった情報の非対称性というものを前提に立って、丁寧な取り組みを進めなければならないということは考えているところでございます。そして、ご質問ございました。 さらにこの国の行政手続きにおけるキャッシュレス化を一層進展させていくという観点から、国の歳入との納付の方法、選択肢の拡大、進めておりますけれども、進めていくということになりますが、クレジットカード決済のみならず、デビットカードや二次元コード決済など、多様なキャッシュレス納付を可能とする制度の整備を図ってまいります。デジタル庁としては、普及しているキャッシュレス納付手段の種類や、 利用者のニーズ動向といった情勢も踏まえていきた、いいとううふうに考えておりますますたえ例えば、二次元コード、これは QR コードと呼ばれることもございますけれども、総務省においては統一 QR、JPQR の導入を推進するなど、各分野において取り組みも進められております。こうした金融インフラに関する仕様の共通化についても意識をしながら、またデジタル庁が、例えば API を利用して、 既存のシステムと連携する共通機能の構築を検討するといったことも考えられるかと思います。しっかりと司令塔機能を果たせるように取り組んでまいります。役内委員、はい、ありがとうございます。あの、ぜひ取り組みを進めていただきたいなと思うのと、最後はあの大臣から API の話もありましたので、コメントだけ。まあ、まさにこれこそが、やはり私はデジタル化の、まあキャッシュレスがむしろ手段で。 目的は API を進めていくっていまっりソフトウェア間でこう自由に情報をやり取りするっていうことは、当然低コストでもありますし、このリアルタイムで正確な情報が生き返るっていう、これはこの分野に限らず、霞が関全体にですね、しっかりとこう広げていくことが、まあ、最終的には EBPM にも、 やはりエビデンスに基づいた政策っていうところのデータの蓄積っていうところも非常に大きな部分がありますので、えー、その分野も含めて、あのー、ここをまた一律化として、霞が関全体、またあの国全体のこうデジタル化、効率化っていうところを、あの利用者にとっての利便性が高まった効率化っていうのをぜひ進めていただきたいということを最後、えー、お訴えを申し上げまして、質問を終わりますありがとうございます。